ビジネスライブラリー、信州の挑戦者たち。長野県立大学理事長の安藤邦武です。信州には独自の価値を追求し発展を遂げてきた企業が数多く存在します。信州経済を支えるビジネスリーダーたちへのインタビューを通じて現代社会を生き抜くヒントを探っていきます。今日は飯田市にあります宮内産業株式会社代表取締役社長宮内清彦社長にお話を伺っていきます。よろしくどうぞお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私どもの生産している革で、できる革製品なんですけれど、ランドセルみたいにあまりこうコロナの影響を受けない業種もあった一方、財布とか小物、カバン、特にデパートなんかで売られているものについては生産量が落ちてしまったというようなところがございます。はい、そうしますとこちらの宮内産業としても今工場の中は、はい、100% というわけではないわけですか。そうですね、稼働率がちょっと落ちてしまっていますので、これは本当一日も早く100% になるように回復させていきたいと思っております。1997年に、某自動車メーカーのハンドルに抗菌の革ということで、抗菌の革を作り出してはいたんですが、それ以後ずっと特に大きな反応はなかったんですけれども、このコロナの関係がありまして、お客さんの方から抗菌の革を作ってくれない、抗ウイルスの革を作ってくれないかというようなところがあります。特にランドセル関係とか、あと業務用の家具、病院とか抗菌の革の需要があるようです。コード版が一つの例なんですけれども、世界でもあまり生産されてないもの、ニッチのものを作るということや、抗菌の革であったりとか、品質の高い、色落ちがしなかったりとか変色しないような品質の高いものを作っていくということが、だんだん信用になっていくということで、自動車の革とかそういったものでブランド力を高めていきたいと思っております。サステナブルっていう意味では、その環境問題だけではなくて、物流ですか、トレーサビリティが取れているかどうかということ、それから安全、有害なものを使ってなくて安全な製品を作っているかどうか、これちょっと一般にはあまり知られてないことなんですけれども、牛革っていうのはあくまでも肉を生産する、食肉を生産する副産物であるということを訴えていきたいなと。結構世の中には牛革を取るために牛を屠畜していると思っている人たちが、若い人たちの中にいるみたいなので、そうではないですよ。仮にこれ牛肉を取った後に皮を地中に埋めてしまう、埋め立て処理をしてしまうということになると、今度は地中の中でメタンガス等を発生されて、温暖化の原因になるものが空気中に放出されるということがありますので、それを川をなめすということで川の中に炭素を固定させてしまうという効果もあります。10年ぐらい前ですかねからなんですけど、中央道と東海、北陸ですか、何か所かのサービスエリア、パーキングエリアで私どもの川を使った革製品を販売させていただいて、結構いい高評価をいただいておりますので、それを足がかりにそっちの方の市場も開拓していきたいなというふうには思っております。はい、ビジネスライブラリー信州の挑戦者たち、宮内産業株式会社の協力でお送りいたしました。